ファルコン 7X ロシア航空のファルコン 7X 脱走ファルコン 7X はフランスの脱走ア,アシオンが生産・販売している大型長距離のビジネスジェット。脱走ファルコンシリーズのフラッグシップ機であり2005年のパリ航空ショーで最初に公開された。ファルコン 7X は現在までに165機乗を受注している。2007年4月27日に 連邦航空局と欧州航空安全局の双方から形式証明を受けており、最初の機体である MSN05 は2007年6月15日に運用を開始した。2001年の時点でファルコン 7X の価格はおよそ3500万ドルであり、長距離、大型キャビンで競合するガルフストリーム G550 やボンバルディアグローバル、エクスプレスに比べておよそ1000万ドル。 安かった。2008年時点での価格はおよそ5000万ドルである。パリ、ルブルジェで展示されるファルコン 7X ファルコン 7X は初の完全なフライバイワイヤーによるビジネスジェットであり、サイドスティック方式の操縦管を採用している。アビオニクスにはハネウェルによる拡張アビオニクスシステムであるプリムス EPIC を装備しており、これは ファルコン 900EX や、あとのファルコン 2000EXEG で使用されたもので、ある。機体は、胴体と主翼が延長されているが、キャビンの断面は、ファルコン 900LX やファルコン 2000S、LXS と共通している。パリから東京までノンストップで飛行できる、優れた航続距離に加えて、ノイズレベルも低く、同クラス機に比べて20%多くの飛行場で、 運用できる。コンピュータ支援設計を広く活用したことでも特筆すべきである。脱走システムズのコテアと商品ライフサイクルマネジメント製品が使用され、メーカーは仮想プラットフォームで完全に設計された最初の航空機であると主張している。S 字ダクトの中央エンジンを有することも珍しい。現在生産されている3発ジェット機は、 本機とファルコン900の2種類だけである。また、ファルコンシリーズとして初めてウィングレットを装備した。ありがとうございます。